あら何も言わないとループで匂いし、違いますよ。ただいま、すいません、ちょっとあれ、はい、ただいま、はい、失礼いたしました。ちょっとあの充電がね、充電してたんですけど、して充電がし、あのちゃんとできていなくて、充電がちゃんとできていなくて単純に止まっちゃいましたね、ごめんなさいただいま、ただいま、ただいまです、ただいま。よかった、リセットはされてなさそうなので、はーい、よかった。一人しゃべりはしてない一人しゃべりしてない、だってもうここに明らかに、はい、充電がありませんって出てきちゃって、えっ、繋いでるのにと思ったら、繋いでるのにってなったんですけど、ちゃんと今挿して充電確かめたので大丈夫だと思います。ループからのコメント飛ばしてやな、戻ってもいいんですけど、戻ってもいいんですけどね、戻ってもいいんですけど、結構皆さん 大量のコメントをしてありがたいことにしてくださってると思うから、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はははは、10日のウィアグロインカップ公演の出席確認、してもしてもいいです、ある方がいればぜひ教えてください。おはよう、バッチリ生かして次に、そうだね、重要なことはループ中に話した重要なことですか、話してないですよ。ハミネミアッチー3点セットだな、本当にアッチーし、ジメジメしてます、今日は湿気が。名古屋にコストコができた、そうなの、はよ123ちゃん、ダンダクダクダク、ほんまに配信、たまにはこんな配信も陽気だね、だって本当ですか、ほんまに、うーん、ありがとうございます。仕事、青空か風に気合い入れてください、難しいですね、普通に。じゃあちょっと何ですか、ジメジメを飛ばすような気合いだを言います、せーの、気合いだ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 、頑張ってください今日の服はクロちゃんね、全身クロちゃん、わわわわです。天候の話題、一番安全か、音楽、雨じゃないから、でもカラオケは歌ってないとかけれないので、かけ BGM にしたいんですけど、自分の曲だったら大丈夫なんです。おーてて、よし、これをかけていきましょう、寂しいのでね、はい、脇目が新鮮、ほんとだ、ちょっとこっちに寄ってる、雨がすごそうなの今日、湿気は湿気がなるって、大丈夫ですか、ニンニク残ってません、もぐもぐ
空かと思う。ジメジメしてるから青空になってほしい。あ、どうやもう何がなんだかわからない。他の女コメントよよ、ワンソラ。皆さんなんかすごい上級し、なんかすごいなんかテクニックを使ってなんかカノンからなんかを引き出そうとしないでくださいよ皆さん。あの湿気を飛ばしました。ジメジメをふって乾燥させる。涼しいの今日。暑いんだけれども、おはよう、ルーちゃんです。わわわわ、おめでとう言ったら嫌いだという。あ、いて、おめでとう。ジメジメしそうでしたか。あ、ごめんなさいね。コンタクトがずれました。治りました。ヒヒフじゃないですよ。めでたい。ガンちゃんの名前ありがとうございます。そんなそんな皆さんね、もう応援があってこそ今回だと思うので、いつも応援ありがとうございます。皆さんおはよう、ありがとう、おめでとう、ありがとう。マスクマスク、皆さんコロナ対策頑張りましょうね。緊急すぎる。ナイスな選曲。一人一人が気をつけてコロナを乗り切りまし、乗り越えましょう。あの明るい前の配信なんて前泣きでした。考えさせられるハッピーです。うん、おはよう。なんでも、なんでももうダメだ。グーフでいつもあっさりだって。クロイちゃん、まあ、どう反転してると思う。そう、分け目で印象ってだいぶ変わるよね。昨日はすっごいこっちに寄ってたんです。あ、くしゃみが出そう。今日なんかくしゃみが出そうです。3点かないと思います。失礼。ハッシュタグやっこめしで一番食べたくなったものはある。んー、カノンは全部食べたくなるんですけど、何が食べたくなったかな。プルパイプルパイです。あ、プルパイ。そう、上級テクニックを使ってメンタリストのようにもみんながおはよう、嬉しい話。そうですね、まず嬉しいとともにっていう感じで美しさを引き出しますか。よろしくお願いします。カロンのどっかからもういっぱい引き出してください。頑張って。おはよう。湿気、湿度が低い。ここはすごい高いんだけどな、なんでだろうな。おはよう。大丈夫です。盛り上がる配信を予想してたけど、あはっ盛り上がるなんて100年早いカノンさんにはハリケーンに発展せずに済みました。お、よかったです。無事です。よかったです。渚の夢中歌えなかったかな。歌えたもん。おはよう。流れ星キラキラありがとうございます。おめでとうございます。ありがとう。けっぱり、あら。東京は4度目の緊急事態宣言が出るようだけど、中途半端に解除したりしてみんなうずしてる。まあね、ちょっとやっぱ、こんだけ長引くとね、みんなあれですよね、いろんな思いが芽生えちゃうのはしょうがない。でも頑張るしかないから、頑張るしかないから
頑張りましょう。コロナ対策ソングを聞いて頑張りましょう。参加おめでとうございます。おはようございます。ありがとうございます。おはよう。ありがとう。そんなことないよ。踊る方もね、おめでとう。ありがとう。ハッキシエのアホがあるね。カウンちゃんハッキのリアル。リアルでは見たことない。よくリアンさんも出るし楽しみ。ねえ、そうですよね。あの DMM とかでしか見たことがないので。すごく楽しみです。期待の、うん、そうなの、ありがとうございます。ビデオをして寝たのでこの風の音を聞かずにゆっくり寝ました。気になるもんね、あれ本当にヘビロテしてる欲しいなってる。どうも3人までします。そうなんですか。メサを試して枯れ葉が風にひんなひんな歌詞を覚えるの苦手なんです。サモドデスカの赤いちゃんが可愛すぎて配信とテレビで目が泳いでる。誰かさんちゃんの噂してるかもしれない。おはよう、おはようさんちゃん、ありがとうございます。お鼻がかゆい。BGM があるんですか。食べ物の話が一番いい。歌わんかいだって。ちょっとネットでアップルパイ来ただって。アップルパイ最近アップルザアップルパイっていうのも食べてない。カスタードアップルパイみたいなの食べたりとかはしてるけど、何も言いません。青空と聞いて思い浮かべることを教えてくれ。メンタリスト、メンタリストから聞かれるとなんか怖い。青空片思いです。はい雨だけど今日も一日になりますように。へへへだって。おはようなやとのしの BGM コロナ対策ソング、ピタピタケッケッ。おはよう、ぜひ覚えてね。完璧にマスターしちゃって、後で振り付きでご紹介します。札幌の飯知ってるかな、欲しいなってるけど。やだ、おはよう、芽生えちゃう。え、13日公演の座席も決まったビーレズでした。おお、来た。なんだかザクザクありがとう。ビーレズ、リモートという名の休みで4連休になりました。暇だな、何しようかな。だって何しようね、暇な時はカノンは YouTube を見たりします暇な時は。流れ星キラキラありがとうございます。新海誠監督の星の声くらい時差ない。そうなの、ちょっとカノンはね、あれ君の名はしかちゃんと知らない。テープだと急に影響出ないか心配。いろいろ皆さん想像して楽しみに待っててください。ご飯対策頑張ってください。はい、のは口を滑らせないように頑張ります。事件です。押して押した押されて押された。ご飯対策ソングを小池百合子に聞かせてあげたいようだって、ね、でも一人でもねこれを聞いて頑張ろうって思ってくださったら嬉しいですね。
来週ゼップハネのチーム K2 のライブが無事に開催されると祈るしかないか。うん、コメント読みすらされて、読んでるよ。あっちゃんさん、カリハは歌全然歌えなかった。そうなの、昨日なんか昨日なんかあって、昨日はその発表があって、カノは今こうなっているこうなっている。会社何にケーキを買ってくるけど、何が見つけるだけだけど、カノはブルパイかチョコケーキが好きです。どっかあったら行きますね。だって待ってます。あるのかな。はよう。ずっといいね。あみちゃんの生誕祭。あみちゃんさんの愛いですね。食べ物な。タモリの食べ物のセンターは何ですか。もうややこしい。いろいろなんかもうごちゃごちゃですよ。ももちゃん、ももちゃん。はよう、よんちゃん、なんでだねん。あんちゃん、お腹いっぱいになると。ついつい喋りたくなるぞ。だってどういう法則。じゃあもう食べない。おはよう、おはようございます。おはよう、誰もいませんよ。初見さんありがとうございます。おはよう。愛知県出身17歳のさんちゃんこと奏でる音と書いて沢田くんのレシピ。これがこれから東海地方大雨予報で気をつけて。嫌です、雨は嫌だ、雨は嫌だ。札幌のお土産は木彫りのくまちゃんでもいいですツイッター見ました、ツイッター見ました。もう どうしようと思ったけど、でもね、自分じゃ絶対買わないから、それも面白いかなとかもなとか思いましたね。はい、おはよう。いろいろ楽しみですね。ハマったり欲しがってる。単独カノさん口ぶすぶらせやすように。あ、意地悪ですね意地悪ですね。雨だけどカノちゃんの配信超えたから頑張れる。ありがとう。そんな、おはよう。みかんちゃんの動画で研究生公演のレポが上がって、そうなんですか。想像すると膨らみすぎるので抑え気味で想像します。はい、何も言わない。きっかろ、怒ってないよ。どこだ。50日の放置ババアありがとうございます。おはよう、住みてありがとう。木彫りの船崎遥か等身大なのか。クワちゃんクワちゃんさん、木彫りは面白すぎる。札幌のお土産やっぱり酒とばにします。だって酒とば、酒とば大好きです。酒とば美味しいよね。でも食べ物は届かないんだ、カノンには。前田みつりに選抜2度復帰した人は4人抱き顔をとゆっこあんや中西さん、うん、今日は健康診断検診なので朝食抜き、つらいな、それはつらい。おはよう。短冊ザクザク、うるし発表はいくらあってもありありですがね。だって世界の山ちゃんではぜひ食べる。うん、食べたことあるよ。美味しいよね。さっき知れてたけど近いな。だって、うん、パシャ。またちゃんと出席確認しますね。今日はパシャで行く日です。こんな風になるなら昨日発表なければよかった本当にそれは、それは何、一理あるって言ったらいいのかな。そうあるかもしれない。お、アナちゃんちょっとタンプル、あ、本当だ、アナちゃん7月だから今日心転がらずみたいないです。カノンの心はもうここにはない。遥か彼方遠くにペコリ
五十頑張りやありがとう、へこり。さあいたさあいた、ありがとうございます。ペコリコン、タンザクザクザク。行ってきまーす。って行ってらっしゃい。ペコリコン。カニカニおはよう。衣装は着ない。そうなんだ。何も言わないよ。とか言ってたら時間。今日本当に内容がない配信になっちゃうよ本当に。頑張る頑張る、行ってきてろー。本当かな、だって嘘です、食べます。公園当たります、何か悪いことしてないよ。当たりますように、おはよう。星をぶつけてやろう。星が当たってる。あみちゃん生誕祭で選抜チーム出すとか立てた、なんとも頼むしメンバーで協力コミッションのステアローだって。お、もう受けて立つ。何が嫌がってます、え、何がですか、もうカロさんこういう感じ。イコラブの今回のミュージックビデオ、あ、本当ですか、ゴールラブさん。今日は安定のにぎりもらってきました。さっきとつまですか、安定ですか。おはよう。すねちゃん学校には葉っぱで行くのかな、想像しただけで癒された。すねちゃん、すねちゃんカッパはあんま来たとこ見てないよ。スヌーピーの傘を差していくかもしれない。おはよう青空、嬉しかった、楽しみしてるね、だってありがとうございます。サケットバは噛めば噛むほどって、同じやないかい、ほんとだね、同じやないかい。次のステップに向けて応援するね、頑張ろう、ありがとうございます。どうか開口会はあるんですか、ないんですか。おはようんちゃん、なんでやね、だってあめちゃんがイベントに中野ちゃんが昨日から人が変わった。おはよう。昨日ディーンとのチョコを買って差し入れしてあげていいと思ったけど自分で食べましたって、お、自慢されてる。おはよう、おめでとう、ありがとうございます。自慢しっかりしてそうだって、本当ですか。そんなことないじゃないですか、もう今日もなんか心ここにあらずですよ。今日のコント、星多いね、ショールームにもあっさりかってショールームにもあっさりされてるの。短冊ザクザクありがとう。短冊ザクザクはいつまで短冊ザクザクなんですか。あれだよね、きっと7日までであればキャンペーンは終了しちゃったから7月中は短冊ザクザクなのかな。優待だつ、そう、優待だつ。新ドラマが始まってるけど、マイキコシハニーさん今回もハマるのはあるのかな、だって。どうだろう、新ドラマ、あ、昨日なんか、昨日あのなんか長野めいちゃんと戸田恵梨香さんとかすごいいっぱいいろんな人が出てるやつを本当に片手間になっちゃったけど見ました。ペコリゴー、恥ずかしい、喋ったら恥ずかしい、外すのにくいです、怖い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 。音楽かかってる、何の曲ですか。オリジナル曲のコロナ対策ソングの、何バージョンだっけこれ、リミ、何バージョンこれ、ちゅちゅくちゅちゅくされてたバージョンです。内容がないよ、本当だよ、ありがとうございます。カノンさんの心青空にあるようなので探しに、はい、探しに行ってきてください。おはよう、仕事行ってきます、なんか楽しい配信終わったですか。それは良かったです。カノンはちょっともうせかす、もうこの心が酸欠です。朝早くおしんちゃん、料理配信してたね、だって料理配信
何作ってたんですか。こんな逆ギター、はギター、ギターあります。最近弾けてない。ギター、私綺麗、私可愛い、嘘はいいじゃん。おかね、今日はふにゃふにゃ配信、あ、それでもいいかも。今日はふにゃふにゃ配信です。ふにゃふにゃふにゃ、おはよう。カノンの今日の髪型バッテリー決まってるよ。おお、ありがとう。こうやって買ったお菓子のでいつ当たるか想像するかな。4ヶ月後から2ヶ月後、そのあと、ちょっと予測ができないということだね。先月名前だった。本当にめちゃめちゃ今日は定番でした。いいですね。スヌーピーの着ぐるみで学校は行ってないよそれはさすがにびっくり。おはようございます。どうかあさりしようかな。だっておはよう。なんだかザクザクありがとうございます。表題曲はサイン会手形会が25からだから、それ前ミュージックやかかる。ああそういうもんなのか、わからんです。単独は来年の1月6までか一緒一緒、もう星と同じ感じで、星とは違うな。仕事始めますって手が部屋を出た瞬間、情報いっぱい話さないで。だって話さないよ、そんなもん話したら大事故だ。なんだ、昨日から嬉しいって語ってます。違うよ、嬉しすぎてじゃない。もう昨日はなんでだ。はい、昨日は昨日でやることがあったんです。交番女子福神清だって、名前忘れちゃったんだよね。ドラマの名前忘れちゃった。もうすぐ知ったら10月の、ほーい、めちゃ10月のドラマ撮影もぼちぼち始まります。もうそういう時期なんですね。チュチュクチュクバージョンです。クラブバージョン。流れ星キラキラありがとうございます。欲しく欲しくになっとる短冊に帰ったように演技の仕事ね、演技の仕事できたらいいなって思うし、あとあれだね、あのさ、短冊にカノンはそのヤッコファミリーの皆さんと少しん、ヨッコファミリーの皆さんとたくさんの素敵な笑顔を作っていきますようにみたいなことを書いたので、昨日の発表でね、少しでも笑顔になってくださった方いたらそれは嬉しいなって思います、思いました。そうでございますね。本当にここに心、ここにあらずです。通常、あ、はい、明日までにはちゃんと心をね、なんか落ち着かせて、はい、ちゃんといつも通りの配信ができるように頑張ります。いってらっしゃい。あ、違うって初めて聞いた。それじゃないけど、あ、違うって言い間違えたんだね、決めてたこと。いってらっしゃい、すみちゃん。はい、今日ももう時間が近づいております。終わりの、ああ。ワクチンの、あー、お熱、あ、はい、シウメかと思った。いつもこんなカノンさんではないので、また見に来てください。あっさりしますが愛はあります。ありがとうございます。ありがとうございます、説明を。おお、ラウニ、笑顔になりました、ありがとう。楽せいだった今日。あ、ありがとう。え、なんだっけ、
スヌ青空落選チッキショーって言って来ました。ハンターありがとう言ってら、なんか変なテンション、多分急いでたんだよ。行ってらっしゃい。そう、今聞こえましたか、カノが言ったの。青空落選最初って言って、すぐ青空落選最初、あ、違う、すぐ青空落選チキショーって言って行きました。チャンチャカチャカチャカチャンチャカ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 チャ、はい、50メートルお届けありがとうございます。話になったんですけど、ちゃんと明日からは通常の配信ができるように心がけたいと思いますので、皆さんぜひちゃんとカノンから離れないで見ていただけると嬉しいです。一回やろうかな、マスクないけど、コロナ対策ソング。ありがとうございます。はい、こういう振りがあるのでぜひ皆さんマスターしてください。ありがとうございます。じゃあビーチソーダに行こうと思います。眠たいよ。2番目の振りはです、そう違います、マスクをつけるんです。ちょっと今日マスクがなかったので、ぜひ遠くいで、あっ、やれ。はい、サンデスタイム行きたいと思います。それでは今日も13位からサンデスタイム張り切って、どうしよう、13位、読み方合ってるかな、3です、ありがとう。12位、3です、ありがとう。11位、3です、アトマークコミネトレー、ありがとうございます。10位、3です、ありがとう。9位、3です、アトマークコミイエーイ、ありがとう。8位、3です、アトマークコミピクリガン、ありがとう。7位、3です、アトマークコミチュア、ありがとうございます。6位、3です、アットマークヤコフミアデディ、ありがとう。5位、3です、ありがとう。4位、3です、アットマークヤコフミマママ、ありがとう。そして3位、3です、ありがとう。そして2位、3です、アットマークオンヤコフミ、ありがとう。そして今日の第1位はドゥルル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 ルさんです、おめでとうございます、ありがとう。そして今日の85位、やっこさんは、さんです、おめでとうございます。あなたもぜひやっこファミになっちゃってくださいね。バイユーン、ありがとうございました。なんかSKE のその10期のオーディションの時のショールームを思い出しました。名前が言えないとか、もうなんかすごい隠してる、すごい
信でした。ありがとうございました。あ、貯金しなきゃなあ、時間ないじゃん今日。さあ、それでは今日はノブニーズで4292人の方が見てくださったので、あー、ビギナさんありがとうございます。400円の貯金します。それでは皆さん、お耳にお気をつけしてください。せーの、はい、ということでありがとうございました。少しでも気になってくださった方は、ぜひここのハートをピンクにしてフォローよろしくお願いします。それでは今日もこの辺でまたごやーん。はい、沢田香音はこれからも頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、頑張ります。今日はたくさんのおめでとうありがとうございました。嬉しかったし、頑張ろうってさらに思いました。いつもありがとうございます。またにゃー、ありがとう。